ただいまより児童科 B クラス魔女の森不思議な館2を上演します。最後までゆっくりご覧ください。近づかないって話。その噂を緑にしていいかどうかってことね。ああ緑も知ってんじゃないの。緑も弟の誰だっけ。青くんでしょ。そうそう青くん。2人とも地元の小学校通ってるんでしょ。だからそんな有名な噂なら聞いてるよ。僕やだな。お化け出たらどうしよう。僕もそんな噂なん来なきゃよかった。じゃあポーキーもヘイタも帰るか。今からお前らの分の肉は俺が全部食ってやるし。やだだと思った。お化けなんかこの世にいるもんか。でもあの運転手さん行き先行った時ビビってたね。オロちゃんはですかってね。それに変なところで降ろされたよね。ここから先は行けませんって。家の前まで車の通れる道続いてたのに。この家に近づきたくなかったんだよ。やっぱりこの家何かあるのかな。やめてよ蒸し返すの。ねえひじり、オロチャマのオロチってどういう意味。オロチってほらヤマタのオロチのオロチだろ。だからそのそういうことは藤子に聞けよ。大蛇よ巨大な蛇。それそれ。そんなのがいるのかな。いるわけないじゃん。みんなと会うの4ヶ月ぶりかな。こっちに引っ越してきたのに3月の終わり頃だったからみんな変わんないね。緑も全然変わってないよ。招待してくれてありがとう。こちらこそありがとう。私の誕生日にこんな遠くまで来てくれて。緑のことだからこっちの学校でもたくさん友達できたんでしょ。うん、まあやっぱり演劇部に入ったの。いやそれがね、別の小学校に演劇部ないのよ。そうなんだ。こっちの友達を今日は呼んでないの。招待したんだけど、みんな今日は都合悪かったみたい。なんだ残念。ひじりは可愛い女の子に会えるのを楽しみにしてたのよね。してないよ。してたしてた。なあホウキ。うん、楽しい夏休みが始まるって。電車の中でワクワクしてた。ワク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 。うるさい。これ私たちからのプレゼント。誕生日おめでとう。おめでとう。もう可愛い。私たちの中では12歳一番乗りね。あ、青くんこんにちは。よ、青元気か。皆さんこんにちは。ゆっくりしていてくださいね。お、しっかり挨拶できるようになったな。さすが3年生。4年です。青、どこ行くの。しいたけ
取ってくる。お父さんに頼まれてたのを忘れてた。あのさ、みおり、ここに来る途中で聞いたんだけど、ここはお化け屋敷だって？その噂知ってるよ、私もアーも。だから学校で親しくなった友達もここには遊びに来てくれないの。やっぱり出るんだ。前もって言っとけばよかったね。実はね、夜中にね。出るわけないじゃん、ただの噂よ。ここの森と建物の雰囲気がそう感じるだけよ。なんだ、驚かさないでよ、もう。ああ、びっくりした。この世にお化けとか幽霊なんかいないんだよ。人間の狂心から生まれた想像の産物さ。ひじりはそういうの大丈夫だよな。ああ、全然。じゃあ、夜中に変な物音がするとか？ないわ。足音とか、すすり泣きとか？ない。座敷わらしがいるとか？座敷わらしがいるような家じゃないだろう。ここは洋館だぞ。じゃあ、ポルターガイスト現象は？何それ。物が勝手に動くんだよ。椅子だとか、引き出しだとか、コップだとか。まったくないです。何今の？そりゃ大変だ。もう慣れたよ。あちこち鍛えられていいわね。ほら、ひじりくん、近くにクヌギ林があって、クワガタやカブトムシがいっぱいいるんだ。明日の朝、取りに行かない？ほんとかよ、行こう。僕もバラ、暗いうちに懐中電灯を持っていくんだ。楽しいよ。え？暗いうち？やっぱやめようかな。そんな早く起きれないし。なんだお前ら、暗い森が怖いのか？夜が明けるとスズメバチが集まってくるんだ。だから暗いうちにいた方がいいんだよ。スズメバチはまずいな、やっぱやめよう。ひじりも実は暗い森が怖いんじゃないの？怖くなんかないさ。図星ね。あ、お化け屋敷の噂もう聞いたんだね。出ないよ、お化けなんて。図星ってなんだ？近いで約340m。どうしてそんなことわかるんだよ。光と音の速さって違うでしょ。光は一瞬だけど、音は1秒間に 340m くらいしか進まないの。今は光ってから1秒後くらいに音がしたでしょ。だからここから約 340m の地点に落雷があったってこと。へえ、藤子って賢いな。今さら気づいたの？鈍感ね。俺のいいところさ。
たの？誰って今生えてきた女の人と。女の人？え、どうしたの？今入ってきた女の人って誰もいなかったじゃん。そうよね。ああ誰もいなかった。ちょ、バカ言わないでよ。まずここまで入ってきたでしょ。私がどなたですかって聞いたら、すいません道が分からなくなってしまってって言ったの聞こえたでしょ。なんで30歳ぐらいの女性で山登りするような格好してたじゃない。え、嘘でしょ、私だけ。みどり、大丈夫か。それってもしかして、え、まさか幽霊。どうなってるの。お姉ちゃんも身につけたんだね、能力を。能力ってこれ、おばさんの日記帳、お父さんの書斎で見つけたんだ。その能力のことが書いてある。なんで書いてあるの。能力って何。ここで読んでいい。いいよ。お父さんには内緒だよ。うん。我が家の血筋は代々特殊な能力を持っている。それも女のみ。11歳で身につける。母も僧侶であり、私も12歳で身につけた。妹の紫も同じく12歳で。紫って死んだお母さん。うん。これは絶対他人には言ってはいけないと言われ、今まで守ってきた。結婚した夫はそれを知り、恐ろしいと言って出て行ってしまった。その能力とは、死人と接触できること。さっきの人は死んだ人と言っても、死んだ人があの世に行く前のほんの一瞬のだけのことで、ここ大内山はそんな霊の通り道なんだ。たまに迷ってこの家を訪れる霊もいるが、温かく迎えるようにしている。彼らは自分が死んだことに気づいていないから、せめて